前の章は終局の旋律をもってバタンと閉じました。まるで神様が扉を閉じられたように、あの裁きは避けられないもので、イスラエルには全く希望がないかのように思います。5章は将来に手を伸ばして神様が彼らの背きの罪のために罰せられるということをとてもはっきり示していますが、最初の15節まで神様はイスラエルに裁きが避けられるようご自分を求めるようにと嘆願されます。神様があの最後の裁きの一撃である補修をもたらせない限り、彼らには希望がありました。アモス書5章1節、イスラエルの家を聞け、私があなた方について哀歌を唱えるこの言葉を。アモスは哀歌を唱えます。彼は葬儀の歌、とても悲しい歌を歌っています。彼は今優しく彼らに語ります。アモス書5章2節、乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。ホセアが予言を始めたとき、彼は自分の家庭の経験を語りました。ホセアは売春婦と結婚しました。そして神様は次のように言って、北王国に語るようにと彼を使わされました。あなたは売春婦だ。それでもまだ神様はあなたを愛しておられる。ここではアモスは言います。あなたは少女だった。神様はあなたと結婚されたのだ。これが今日の一人一人の信者の姿です。私たちが主のところに行くとき、私たちの罪は許され、主と共に新しくスタートするのです。でもどうですか？この数年どのように過ごしてきましたか？今日とても多くのクリスチャンたちがそのような状況にあります。葬儀の悲しい哀歌です。アモス書5章3節、誠に神である主はこう仰せられる。イスラエルの家で1000人を出兵させていた町には100人が残り、100人を出征させていた町には10人が残ろう。イスラエルの家で1000人を出征させていた町には100人が残りと書かれています。アモスはあなたの神様にお会いする準備をせよ。どれだけの人数が殺されるか見るがよいと言っているのです。100人を出兵させていた町には10人が残ろうと書かれています。これだけの人たちが彼らの地に残されますが、でも彼らのとても多くが殺されるのです。アモスに耳を傾けてください。これはいわば国に対する最後の呼びかけです。アモス書5章4節、誠に主はイスラエルの家にこう仰せられる。私を求めて生きよ。招きはまだ有効です。御言葉は伝えられました。神様は彼らにご自分に立ち返るようにと求めておられます。今でさえももし彼らが立ち返るなら彼らは生きるのです。アモス書5章5節、ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。ベテルがどこにあるか、あるのか確信を持つことはできません。ギルガルはヨシュアの指導のもとにヨルダン川を渡って最初にこの地に入ってきたときにイスラエルが宿営した場所です。神様のために神聖な場所であったところは偶像を建てる場所になってしまいました。ベールシェバはずっと南王国ユダのネゲムにありました。アブラハムとアビメレクが契約を結んだ場所でした。北王国の人々は偶像を礼拝するためにベールシェバまで巡礼の旅をしました。なぜアモスはこの時点でベールシェバに言及しないのでしょう。ベールシェバは北王国にではなく南王国にあるからです。ベールシェバが南王国と共に捕囚に行くまでにはまだ100年以上あるからです。アモス書5章6節、主を求めて生きよ。さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。主を求めて生きよとはなんと素晴らしい招きでしょう。さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下りと書かれています。神様、もしあなたが私に立ち返らないのなら、私はあなたを裁かなければならないと言われます。アモス書5章7節、彼らは公義を荷がよもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。本当の危険は教会に行って全ての恵みの元となる御神をと聖霊を歌っていながら、教会の素では正直でもなく、不正、公正でもなく、正義でもないような中で生活をしている人間のうちにあります。もしもキリストを信じるという告白をしておいて、教会の素でのあなたの生活が全く福音を称えることにならないのなら、その時には説明する言葉は一つしかありません。とても厳しい言葉ですが、誰よりもその言葉をよく使われたのは主イエスでした。主は当時の宗教的な指導者たちをあなた方偽善者たちと呼ばれました。アモスは告白をしておいて、それに従って生きることをしないという考えを非難します。彼のメッセージの基本です。お分かりのように、神様はこのような種類のメッセージをする人物を得るためにずっと南王国からアモスを連れてこられなければならなかったのです。ベテルとサマリアの雇われ説教者たちは人々が彼らに行ってほしいと願うことしか言いませんでした。イスラエルの人々はこのアモスが彼らはあまり宗教的でも経験でもないとほのめかしたことにすら侮辱されたと感じました。でもそのことが彼らに対するアモスのメッセージだったのです。アモス書5章8節、スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んで、それを地の表に注ぐ方、その名は主。ここでも神様の恵み深い呼び声がします。神様は辛抱強いお方です。私よりもずっとずっと忍耐深いのです。私は自分が神様の忍耐を持って忍耐深くなることを学ぶ必要があるということに気づいてきました。神様はなんと辛抱強く忍耐深いことでしょう。海の水を呼んで、それを地の面に注ぐ方と書かれています。つまり雨を降らせるのは神様だと言っているのです。彼はイスラエルの人々に、あなた方は偶像に走った。そしてあなた方の生活は創造主であられる生ける神様に対するあなた方の信仰の告白にふさわしくないと言っているのです。アモス書5章9から10節、主は強い者を踏みにじり、要塞を破壊する。彼らは門で戒めを与える者を憎み、正しく語る者を忌み嫌う。門で戒めを与える者とは裁判官のことです。アモスはどちらが悪いと戒めを与える裁判官は憎まれたと言っています。ですからほとんどの裁判たちは
裁判官たちは、悪行を行う者たちに協力することを選びました。正しく語る者を忌み嫌うと書かれています。裁判官が正義を主張し、どちらが正しいと主張するとき、全く人気がなくなってしまいました。アモスの時代から今に至るまで人間の性質は大して変わったかどうか、私にはよくわかりません。人間の性質はほとんど変わってはいません。アモス書5章11節。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼から小作料を取り立てている。それゆえあなた方は、切り石の家々を建てても、その中に住めない。美しいブドウ畑を作っても、その酒を飲めない。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼から小作料を取り立てていると書かれています。貧しい人々が公正を得ることはありえません。私も長いことそちらの側にいるので分かっています。それゆえあなた方は、切り石の家々を建てても、その中に住めない。美しいブドウ畑を作っても、その酒を飲めないと書かれています。サマリアに建てられた美しい宮殿の数々は今廃墟になっています。それらの宮殿はこのメッセージが語られて間もなく破壊され、今はもう3000年近くも廃墟の中にあるのです。アモス書5章12節。私はあなた方の背きの罪がいかに多く、あなた方の罪がいかに重いかを知っている。あなた方は正しいものを嫌い、マイナイを取り、門で貧しいものを押しのける。その当時、貧しい人々は法廷で正義を得ることはできませんでした。死刑を廃止しようという提案の理由の一つは、金持ちはいつでも画室や電気椅子から逃れられるからというものです。貧しい人はもし有罪だと分かれば、罰を逃れるチャンスはありません。金持ちは訴訟を上告し続けることができますから、彼が牢屋に行くのには長い時間がかかります。事実多くの場合は金持ちは牢屋にたどり着くことさえありません。神様はこの地球を運営することを人間の政府に委ねられました。地上の国々は神様が手配されたからそこにあるのであり、神様は国々に責任を問われます。神様がローマを舞台から取り除かれたように、国々が失敗するとき、神様はそれらを取り除かれるのです。アモス書5章13節。それゆえこのような時には、賢い者は沈黙を守る。それは時代が悪いからだ。言い換えれば、その時代の人は自分が正義を得ることができないのを知っていた。そして多くの善良な人々は沈黙していたということです。沈黙には分別があります。その人が反抗しようとしても、彼にとって何の良いこともないからです。現代の悲劇は、私たちは出版の自由、宗教の自由、言論の自由について話をしますが、あまり自由は残されていないということなのです。ニュースメディアは確かに人々を洗脳する機関になってしまいました。今日、お金を持っている人だけが人に話を聞いてもらえるというのは本当です。その結果、この国の大多数が沈黙しています。なぜなら、彼らは自分たちの声が結局何にもならないことを知っているからです。アモス書5章14節。善を求めよ、悪を求めるな。そうすればあなた方は生き、あなた方が言うように万軍の神、主があなた方と共におられよう。もう一度主はイスラエルにご自分に立ち返るようにと呼ばわれます。アモス書5章15節。悪を憎み、善を愛し、門で正し、裁きをせよ。万軍の神、主はもしやヨセフの残りのものを憐れまれるかもしれない。私たちの時代、正直な主張を支持する貧しい人には誰にも耳を傾けてもらえるチャンスはありませんが、その一方、自由主義者、リベラルで一部の金持ちの団体に支援されている人物が政府に背いてもどんな刑罰も逃れることができるのです。事実彼は英雄にさえなれます。神様は言われます。悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神、主はもしやヨセフの残りのものを憐れまれるかもしれないと書かれています。言い換えればアモスはもうほんの少しのチャンスではあるが、あなた方に希望があるのだと言っているのです。アモス書5章16から17節。それゆえ、主なる万軍の神、主はこう仰せられる。すべての広場に嘆きが起こり、すべての通りで人々はあーあーと言い、農夫を呼んできて泣かせ、泣き方を知っている者たちを呼んできて嘆かせる。すべてのブドウ畑に嘆きが起こる。それは私があなた方の中を通り過ぎるからだ、と主は仰せられる。神様は彼らが悔い改めることがないのを知っておられるので、今これから来る裁きをはっきりと示されます。死が一人一人に影響します。すべての人が嘆き悲しむのです。アモス書5章18節。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる？それは闇であって光ではない。とても多くの人々がとても敬虔そうに自分たちは主の日を望んでいると言っていました。アモスはここで主の日を苦悩として表現します。でも彼らにとっては敬虔ぶった干渉以外の何者でもありません。その日は彼らにとって彼らが思っているほど快適なものではないのです。アモスはここで主の日という表現を使います。予言の中にこの主題を紹介したのはヨエルでした。そして彼以降のすべての予言者たちが主の日について何がしか言うことを持っています。多くの人たちが主の日とは千年王国を指していると考えてきました。事実、神学の訓練を受け始めた頃には私もそう考えていました。アモスもまた注意深く、主の日は光ではなく暗闇であると言います。主の日は裁きに始まり、この地上にご自分の王国を打ち立てるためにキリストが来られることに移行していきます。彼らにとってモーセの儀式はただの宗教でした。儀式を取り行うのに何の活気も何一つ現実もありません。多くの教会の礼拝があまりにも死んでいる理由は、その礼拝が儀式以外の何物でもないからです。その礼拝はあなたの人生を変えますか？あなたを別人にしますか？あなたが生活の場でそれによって生きることができるようなものですか？本当に主に来ていただきたいのですか？
多くの人たちがケーキを楽しみにしていますが、それは私たちがキリストが来られることを慕っているからではなく、何か不快快な状況から逃れたいと願っているからなのです。今日あなたは癇癪を起こして良い証をしませんでした。あるいは誰か他の信者の噂話をしました。それらのにキリストの見舞いに入っていくとき、主があなたの背中をポンポンと叩いて、あなたはなんて素敵な人物なんだと言われると思いますか。主はこのようなことを裁かれるのです。でもまたあなたのためにキリストの御座での裁きがあります。その裁きは一部の人たちが思っているほどには快適なものではないと私は思っています。アモス書5章19節、人が獅子の前を逃げても、熊が彼に会い、家に入って手を壁につけると、蛇が彼に噛みつくようなものである。熊が自分に向かってやってくるのを見て、この人は丘を越えて自分の家にたどり着きます。彼は壁に手をついて休み、呼吸を整えますが、壁から蛇が出てきて彼を噛むのです。蛇の毒が体の中に回るよりも、ライオンか熊に捕らえられてしまった方がマシだったかもしれません。アモスは、私たちはこの地上で神様のために生きることについて十分に注意深くした方が良いと言っているのです。もし信者としての私たちの罪が取り扱われ、正しくされていないのなら、主がそれを正しくされます。主はそのようにしなければならないのです。主は清く正しく義であられ、天国は物事が正しくされている場所です。アモス書5章20節、ああ、誠に主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。主の日は裁きの期間から始まりますが、その期間はまだこれから将来にイスラエルの国にやってくるものです。しかしながら主の日には裁きの期間以上のものがもっと含まれています。主の日には同時にこの地上へのキリストの再臨と地上での千年王国の期間も含まれているのです。アモス書5章21から23節、私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない、たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを喜ばない、あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない、あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ、私はあなた方の事の音を聞きたくない。儀式を行っている裏には不正直な生活がありました。神様の民は自分たちの信仰が現実のものであることを認識しなければなりません。信仰は偽物や作り話ではありません。現実なのです。信仰がその人物を捕まえなければなりません。信じることは欺くことではありません。信仰は生活に影響を与えなければならないのです。ヤコブの手紙2章20節、行いのない信仰が虚しいと言っています。イスラエルの人々は罪の生活をしていました。偶像礼拝にかかっていながら全てのモーセの儀式を行っていました。神様はここで、私はそのようなものを軽蔑し嫌うと言っておられます。私たちがとても熱心に見える礼拝の中で、もしも人々の心がそこになく、そこにあるのはただ口先だけのことだとしたら、神様は本当にそんなものを受け入れてくださると思いますか？もし神様があなたの教会や私の教会に来られたとしたら、神様はどんな見解を持たれると思うでしょうか？アモス書5章24から26節、公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間に、ほふられた獣と捧げ物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はあなた方の王、サクテとあなた方のために作った星の神、キウンの像を担いでいた。明らかにイスラエルの人々は荒野でも生贄を捧げましたが、彼らが異教の人々に出会った時、彼らはその人々の神々をも礼拝したいと思ったのです。神様は私たちに、あなたは日曜日には教会に来て機械的に私を礼拝するが、終日にはモレクを礼拝している。あなたは全能のドルを追いかけて貪欲の偶像を礼拝しているのだと言っておられます。葬式の時に歌われる歌がどんなに素敵でも、説教者がどんなに感じの良い言葉を言ってくれても、そんなことは何の役にも立ちません。あなたも私もキリストの裁きの座の前に立つことになるのです。ですから私はこの地上で主との間の関係をまっすぐにしておきたいのです。アモス書5章27節、私はあなた方をダマスコの彼方へ捕らえ移すと、その名を万軍の神、主という方が仰せられる。イスラエルは将来に罰せられなければなりませんでした。彼らは捕囚としてダマスコの彼方、すなわちシリアの向こうに連れて行かれます。ダマスコの彼方はニネベです。神様はイスラエルにアッシリア人たちが彼らを捕囚に連れて行くと言っておられるのです。